今日は2024年の3月の30日です。天気は晴れです。今は10時とかそのぐらいですね。ちょっと今日も東京に出かけていきたいと思います。28分の下見行きになりたいと思います。よいしょ。ちょっとチャージをしたいと思います。ご希望のボタンを押してください。お金を入れてください。処理中です。カードを動かさないでください。お取り忘れにご注意ください。よいしょ。よいしょ。10時28分のに乗りたいと思います。もうすぐ4月です。今年は桜がちょっと関東はまだ遅めで三分咲きとかみたいです。なのでまだ私の住んでるところでは桜の動画は撮れてないです。がもう4月ですね。明日明後日からですね。よいしょ。ではちょっとまたグリーン券買っていきたいと思います。よいしょ。お求めになるグリーン券を押してください。行き先の路線名ボタンを押してください。処理中でありがとうございました。追加グリーン券情報を書き込みました。お取り忘れにご注意ください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 。よいしょ。こっちから飛んでいく。よいしょ。よいしょ。今日天気いいですね。こんな感じです。よいしょ。そうなんです。だからまだちょっと関東では桜の開花が遅れてるみたいで、なのでちょうど入学式とかタイミングよく咲くかもしれないです。
Thank you.
混んでました、東京駅も。ではメトロに乗り換えていきたいと思います。天井が綺麗なところですね。天井が綺麗なところです。今日天気いいですね。3月最後の土曜日、連休っていうか3月最後の休日ですね。よいしょ、天気めっちゃいいですね。天気がいい東京駅。よいしょ、ちょっと外を映そうかと思います。よいしょ、これがあれですね、水素バスですね。はい、以上でした。八つとか売ってますね。A2 からまた行きたいと思います。 A2 だったら1だったはず。よいしょ、ではちょっと地上に上がります。今日銀座天気が良くてとても暖かいです。
今日もちょっと3時間なので、今から12時から3時間なので、1,2,3 時終わるのは3時くらいかと思います。はい、こんな感じで今日の Vlog 終わりにしたいと思います。